야, 야, 빠르다네, 고런 시기야. 초고가, 우레루네. 우하우하다네, 우하우하다네. 고마워. 아, 고마워. 너무. 초고, 가오가이. 초고, 가오가나. 나가시야 돼. 초코 이쿠라 데스까? 초코 10엔 からあ 초코 10엔 から じゃあ10円 でいいです じゃあ10円 のチョコ あのさ、もっとなんか、ちゃんとしたやつ買いなよ。駄菓子屋が言うのはなんだけど。デパートとかで。そうですね。この時期はちゃんとしたの買うべきです。そうだよ。女子なんだ。作りますよ。え、レイリー作んのチョコ。作ります。そうだよね。そんな声優山ほど見てきた。いろいろ作る。本当に？はい。そうなんですか。あんまり買ってあげたことないですね。え、自分で作って。チョコをバレンタインにあげたりしてたんですか。してました。ちょっと。女子に配ったり。女子に配んの？なんか、餌付け。そう、でもなんか結構友チョコが流行った時代だったんですよね。ああ、懐かしい友チョコって言葉。友チョコが、その時代に。懐かったな。なんでこっちに来ないんだと。いや、中上さんですね。中上育美さんでございます。まだ言ってなかった。ごめんごめん。ディレクターに叱られちった。はい。ボックスから5時を引いてください。はい。そしてアルファベットに応じた投稿をするんです。はい。はい。わかりました。 栄翔。栄翔だ。やった。お仕事のお話。ということでございまして、中上さん、秋山ゆかり役として出演されていたガルパン、ガルダンとパンサーについてのお話を伺っていきますと。ガミちゃん、内上舞ちゃんがですね、去年ですけどね、この番組に遊びに来てくれましたけれども、これざっくり僕が言いますか？ざっくり説明すると、戦車を使った武道の一つ、戦車道が、稼働や茶道と並び、大和撫子の足並みとされている世界が舞台。 そこで戦車道を学ぶ女の子たちの物語です。大筋で間違いないですか？完璧です。なるほど。完璧です。まあまあまあ、ガルパン流行ったんでね、皆さん今更、説明のあれもないかなと思うんですけども。そうですね。改めて、どんなキャラですか？中上さんのやってる秋山さん。そうですね。戦車マニアの女の子です。ねえ、そうよね。そうなんですよ。だからもう私は戦車全然知らなかったので、もう最初日本とかを監督にいただいて、もうなんかいつも。 入ってます。だって、まあまあ、それは皆さん、あれかもしれませんけど、自分のセリフって、どう考えても、他の人たちよりも、読みの確認が多いやつばっかりでしょ。そうですね。そうですよね。書かなも多いし。監督、これ読み方、アクセントみたいな。なんかでも、しかもその、戦車って結構いろんなマニアの方がいるから、こっちのタイプの人はこう読むけど、こっちのタイプの人はこう読むみたいなのがいろいろあるんですよ。それで、まあ、いいんじゃないって言われるんですよ。じゃあ、そのまま行きますみたいな。 なんか、秋山殿のあんこ踊りを踊ってくださいって言われて、踊りました。秋山殿のあんこ踊りを踊ってくださいって東京でもあんまり言われないよね。言われないですね。なかなか。
ないですね。でも海外のアニメファンの皆さんの、はい、なんていうのかな、日本語に対する、まあアニメを通じてですけど、日本語に対するなんか勉強意欲みたいなの高かって、すげえって言いますもんね。ほんとすごかったです、うん。アジアもそうだし、ヨーロッパでもそうだって言いますしね。そうなんですね。なんからしいですよ。そうなんだ。台湾も近いからなのかなと思ってたんですよ。まあ台湾っていう国のその近さとか、うん、っていうのももちろんあるとは思いますけれども、はい、でも、どんな国に行っても結構日本語は通じるし、日本語で話しかけられるって言いますよ、皆さん。そういうもんなんですね。そうですね。ただまあ、温度踊ってきた人間はなかなかいないと思いますけど。まあ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 、まいちゃんも一緒に踊りましたけどね、その時。あんこ、あんこ？あんこ踊りました。日本でもちゃんと、日本で、まいちゃんは、そういうイベントもあって、あんこ温度を、はい、あの、お笑いのが舞台のアニメなんですけど、お笑いで踊ったりしてたみたいなんですけど、私こっそりそれ見に行ったんですけど。あ、じゃあそっち、あ、お笑いのイベントとか出てないんですか？あ、で、その何回か出てますけど、その、それはまいちゃんだけの。そうなんだ、踊るやつ。佐々木が歌ってたやつだ。そうです、そうです。そうです、そうです。それを、こう、私はこっそり見に行って。僕はあの、大洗に、水族館、サメ好きなんで、はい、大洗の水族館に行った時に、街中にね、そうなんですよ。キャラクターのポップみたいなの飾ってあって。はい、うん、うんうん。そうなんですよ。ね、すごいですね、ガルパン人気って。それを言ったら私、お菓子屋さんですね。私のポップが、あ、私じゃない、ゆかりのポップがあるの。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、商売敵だ。そう、お菓子屋さんだった気がする。おーおー、帰れ帰れ。何、スパイにしたの、この野郎。違うよ。